ソマイナス180ソ。また、シリーズ全体を含めた呼び名として、フィンランド語のパンザリシスを略したバシとも呼ばれる。ソマイナス180は1980年に、BTR-60 の後継として開発された。設計においては、運用が容易なように単純な基本構造と、整備コストの軽減を基本としている。b t r 八十などとの比較試験の結果、 1983年に正式採用され、1984年に量産が開始された。ソマイナス180は、主に国連平和維持軍への参加に、熱心な北欧諸国が採用したこともあって、PKO 任務に派遣される機会が多いため、PKO 関連のニュースや写真に出ることも多い。各型合計で、約1200両が量産されたが、近いうちに生産ラインは、 ソマイナス3 6コトパトリアーム部のものに更新されて生産終了となる予定である。ソマイナス180の車体は厚さ6から1 2ト、mm、ルの走行で覆われており、車体上部のハッチも走行化されている。車体のフロントガラスは防弾ガラスをはめ込んでいるほか、車底には地雷の爆発に耐えられるように設計されている。また、 複数や BTR-80 などに比べて広い内部容積を持つ。高い不正地層波能力も与えられており、最大60度の傾斜を途半可能なほか、車体後面左右に一機ずつのスクリュープロペラが設置されているので、水上を浮き孔することも可能である。武装については、砲塔などの固定武装は装着されていないが、車体上面中央部に装着された一機の 旋回式ターレットに機関銃や機関砲を搭載可能であり、フィンランド軍では NSV 銃機関銃を搭載している。この他にも、車体の兵員輸送区画には、左右両面に3機ずつ、後面2機のガンポートが配備されており、車内に登場する兵員が、自前の銃器を車内から発砲することが可能である。ソマイナス180オリジナルの6輪型。 本体重量は12トンであり、兵員16名が乗車可能。素 -185 素 -185 より強力なエンジンと改良された変速機を搭載した改良型で、兵員18名が乗車可能。素 -186 走行を改良し、ブローニング M20 機関銃を装備した補助動力付きの機関銃等を搭載した改良型。重走効化の代償として、 本体重量が19トンにまで増加したため、水陸量用能力が失われた。エンジンと変速機は、素 -185 と同じ。素 -188 オランダ陸軍使用。ス -200 今までのシリーズと比べて、走行圧を倍増させた改良型。ソマイナス -180 やマイナス -185 の走行は、7.62E、X54 メートル MR 弾の鉄鋼弾に、 貫通される程度だったのに対して、1 4 5ト、mm、ル重機関銃の弾丸にも耐えられるほどに走行を強化した。その代償に、水陸両用能力は失われたが、水深1 5メートルまでならそのまま水床を走行可能としている。また、夜間作戦用にペリスコープ型の暗視装置も搭載されている。ソマイナス200の派生型には、 式通信車仕様の質素 -202 や、素 -185 の後継である質素 -203 などが挙げられる。これらの基本的な派生型から、さらに走行兵員輸送車や走行救急車、式通信車、黒タルチ対空ミサイル発射車用、レーダー搭載車と対戦車ミサイルを搭載した、戦車駆逐車、車体上部に、エイモス連装自動迫撃砲を搭載した。 自走迫撃砲などの細かい派生型が生産されている。ありがとうございます。